い、公認会計士税理士の山田真也です。今日は GoTo Eat Tokyo 食事券のもらい方です。都民以外の方でも購入することができます。内容は今全国で行われているプレミアム付き商品券について、そして GoTo Eat Tokyo について、で最後に注意点です。というわけでね、ただいま11月20日のね午前中なんですけれども、本当ね、あの感染拡大が過去最高のピークになってるっていう最中ですね、なぜか GoTo Eat Tokyo が今日から販売開始というこのね、間のすごい悪さと言いますか、こういう動画をね本当に配信するとですね、もう低評価がねもういっぱいつくんですけども、こんな時に GoTo Eat なんてっていうね、もうでもこれ仕方がない、もう今日発売なんでね。過去にもね、私 GoTo Eat についてね何回か動画を配信しているので、まあその流れでまあ今日もね取り上げたいと思っております。で、 GoTo Eat 全体なんですけども、そもそも2つありました。1つがですね、オンライン飲食予約ですね。晩ご飯食べたら1000ポイントもらえますよ。昼だったら500ポイントですよっていうやつなんですけど、これはね、ほぼほぼもう終了しております。グルナビとかね、食べログとかではもう受付が終了しております。予算がつきました。で、10月からスタートして、だいたい1ヶ月半ぐらいでなくなったというような感じでしたね。で、こちらですね、プレミアム付き食事券の方はまだ大丈夫でございます。そして東京が本日11月20日から開始されたという状況でございます。これはね、各都道府県別に発行しているものですね。こちら、使用期限はですね、2021年の3月前ですので、まあ、感染がね、落ち着いたら使うっていうことは全然可能でございます。こちらですね、プレミアム付き食事券。各地ね、全国各地ごとにね、最大2万円払うと2万5000円分の食事券がもらえますよ。つまり 25% のプレミアムがつくということですね。で、それぞれのね、地域のですね、感染予防をしっかりした登録飲食店で使うことができます。そしてね、最近出てきたのが原則4人以下でやってくださいと。まあ子供は除くとかね、まあ細かいルールはですね、各都道府県で異なってきます。そして、もともとね、お釣りは、ね、出ないです。で、大体1000円券が500円券の組み合わせなんですけども、お釣りは出ないので気をつけてください。あとね、Uber Eats とか出前館といったね、デリバリー専門店ですと使えませんので、こちらもご注意ください。そしてね、全国で最大規模のですね、GoTo Eat Tokyo が、まあ、本日から販売開始なんですけども、 GoTo Eat Tokyo の場合ですね、2つまたパターンがありまして、1つはアナログ食事券、そしてもう1つはデジタル食事券、2つあります。で、その2つとも入手方法が異なるので相当ややこしいです。まずですね、アナログ食事券なんですけど、こちらね、紙の券がもらえるんですが、まず引換券を入手する必要があります。でですね、引換券まずスマホで入手する場合はこれ先着順なんですね。なのでGoTo Eat Tokyo のね、サイトから、私もですね、今日も朝10時から一生懸命、このスマートフォンによる申し込みっていうのをね、やろうと思って押すんですけども、ずっとですね、大変申し訳ございません。ただいま、繋がりにくくなっております。今しばらくお待ちいただき、再度アクセスしてくださいってことでね、今10時36分なんですけど、現時点でも全然、繋がらない状態でございます。で、これね、毎日毎日応募がありますので、まあ、これね、毎朝ね、10時にやろうかなという感じになりますね。で、もう一歩ね、ハガキの方もあります。ハガキはですね、こちら、抽選になっております。専用ハガキがね、置いてあったりとか、あと自分でですね、もうハガキで書くこともできます。その辺はね、ホームページにちゃんと書いております。専用ハガキはね、意外とあんまり置いてない地域と、たくさん置いてる地域もあるんでね、僕が働いてる渋谷区なんて、渋谷区役所にしかないですし、区によっては区役所にすらないっていうね、ところもあったりするんですね。でね、アナログ紙食事券の方なんですけれども、こちらですね、1セット1万円でございます。で、購入制限は1回のクール2セットまで、発行数最大300万セットということでね。あと申し込み方法はスマートフォンによる申し込み、で、ハガキによる申し込みですね。で、最終的にね、この食事券販売店となります。こちらで交換しなきゃいけないんですけども、なぜかね、ビッグカメラと、あとお酒を売ってる格安と、あと旅行代理店で結構、この食事券を購入することができます。ホームページね、どの店があるかっていうのはいっぱい出てますんで、そちらご確認ください。で、二つ目のですね、デジタル食事券なんですけど、こちらですね、スマホに入ってスマホを見せるというタイプの食事券でございます。こちらですね、8000円を購入すると1万円分がもらえるよというふうになっております。で、こちらですね、まず Yahoo ID が必要で、そこからですね、パスマーケットっていうね、チケットサイトがあるんですけども、デジタルチケットのサイトで、演劇とか映画とか、博物館とか、遊園地とか、そういうデジタルチケット売ってるところがあるんですけど、そこのですね、特設ページに飛んでいただいて、そこから抽選という形になります。
で、ちょっと具体的に見ていきますと、デジタル食事券ですね。こちらですね、Yahoo ID を登録してから特設ページにアクセスして、で抽選結果メールが、まあ、届いて、抽選で通ったら、まあ、パスマーケットで購入して、で、使うときにですね、パスマーケットのマイページで確認すると。まあ、こういった流れになっております。というわけでね、私もですね、パスマーケットの方で一回申し込んでみようと思うんですが、こちらですね、デジタル食事券を申し込むというところがあるので、それを押してみて、ログインですね。ログインボタンを押してみます。で、Yahoo ID で入ろうと思ったんですけど、あ、なんか携帯のね、確認コードを入力しなきゃいけないみたいですね。結構大変ですね。で、ログインをするとですね、こちらですね、デジタル食事券抽選申し込み受付中ってことで、あくまでもね、抽選なんで、1セット8000円か2セット1万6000円かを、まあ、選んで、抽選の申し込みを、するという形になります。はい、抽選のね、申し込みを受け付けましたが、ということでね、とりあえず第1抽選ということで、11月26日に抽選結果メールが送付されるということでね、まあ、それを待つということになりますね。ということでね、抽選結果を待ってみたいと思います。最後注意点ですね。購入はですね、1人1回ですね、2セットまででございます。でね、ハガキの方はですね、まあ抽選なんですけども、複数抽選出すのは基本的にダメでございます。まあ同時にね、複数枚出すのがダメというふうに、一応規定に書かれておりました。そしてですね、デジタル食事券の方は、1人1 ID につき1回抽選に参加ができます。まあね、抽選期間がね、なんか5日間、ことずつぐらいにありますんでね。まあ、その期間は1回だけですよということですね。そして、転売は禁止です。なので、メルカリとかね、ヤフオクとかで、販売するのを禁止でございます。で、有効期限はですね、3月までというふうに基本になっているようですので、まあ、感染が落ち着いてから使うのがいいんじゃないかなというふうに思っておりますし、私はそのつもりでいます。でね、ただね、予算が少なくなり次第終了なので、もらうのはもう今のうちにね、まあ、多分もらった方がいいのかなというふうに思っております。こちらですね、2020年11月20日のですね、今午前11時頃の時点の情報でございます。今後ね、新しい情報も出てくると思いますので、まあ、公式サイトとかね、まあ、ニュースとか、あと私の Twitter とか YouTube の方でもですね、まあ、大きなことがあれば、追ってきますので、よかったらチェックしていただけますと助かります。といったわけでですね、最後にもう一回ちょっとアナログの食事券の方のね、申し込みができるかなと思ってやってみたら、まあ、全然繋がんないですね。ということでね、もっと数日経った方がいいかもしれないですね。といったわけで、このチャンネルでは税金ビジネス投資経済のですね、まあ、お得な情報、まあ、こういったですね、まあ、得する情報をお届けしているわけですが、特にですね、まあ、今回の GoTo Eat のまあ東京もそうなんですけども、非常にややこしい複雑なものに関してはこういった解説動画を配信しておりますので、もしよろしければチャンネル登録をしていただけますと、私の今後の励みになります。今後ともぜひよろしくお使いくださいませ。といったわけで、またお会いいたしましょう。バイバーイ。